日産 X トレイル FCV トヨタ界 CHV トヨタミライ 2014FCX クラリティホンダクラリティフューエルセルメルセデスベンツ燃料電池バス燃料電池自動車とは搭載した燃料電池で発電し電動機の動力で走る電気自動車を指す本校では水素を燃料とする燃料電池自動車を説明する水素を直接燃焼させる 内燃水素自動車とは異なる。燃料電池で充填した水素と酸素を化学反応させて発電し、電動機を動かして走る。メリットとしては、走行時に二酸化炭素や一酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物などの大気汚染の原因となる、有害物質を排出しない、ゼロエミッション車である点と エネルギー補給が二次電池式電気自動車に比べて短時間で済む点が挙げられる。デメリットとしては、現時点の技術では、ウェルスホイールの観点や、自宅などの駐車場での充電ができず、水素ステーションなどのインフラ整備も進んでいない、点、価格が高く重量も重い点等、二次電池式電気自動車に劣る点等がある。2000年代からリースによる行動での使用が始まったが、 市販車として売られている車種は2020年現在、トヨタミライト、ホンダクラリティフューエルセル、ヒュンダイネクソの3車種である。最初の水素ガスを燃料とする、内燃機関による、水素自動車は1807年、フランソワ・アイザック・デリーバによって製造された。道路を走ることのできる、最初の燃料電池自動車は1966年に、ゼネラルモーターズによって製造された。 エレクトラブンだった。エレクトラブンは、極低温のタンクに充填された液体水素と液体酸素を使用して一充填での走行距離が 240km で、最高速度は 110km だった。固体高分子系燃料電池は、ユニオンカーバイト製で、定格出力は 32kW で短時間では 160kW の出力で 90kW の参照、交流電動機を駆動した。 しかし、当時は、普及には至らず、開発は中断した。日本においては1969年、工業技術院大阪工業試験所において、燃料電池自動車の試験が行われた。これは、電気自動車の荷台に燃料電池を乗せたものだった。自動車メーカー各社の取り組みとその動向2002年12月に、トヨタ自動車が、トヨタ海 CHV を、ホンダ技研工業が、 ホンダカイ CX をリース販売した。2013年2月に現代自動車は、ヒュンダイツーソンでライン生産を開始し、年間1000台の生産を目指すと宣言したが、2015年5月までに生産されたのは、韓国国内向けや、米国向けなど全てを含めてもわずかに1 7 3台、10分の1にも達しなかった。1回の重点での航続距離は、 約4 1 5トルとされている。トヨタは2014年12月15日に日本国内でセダンタイプのトヨタミライを発売することを発表した。1回約3分の充填での航続距離は約6 5 0トル走行するという事前受注は日本だけで400台を超えた。2016年3月10日、ホンダが量産型セダン、ホンダクラリティフューエルセルを発売。 一重点あたり、航続距離 750km を実現している。ホンダがリースをしてきた FCX クラリティより高圧の70ウンパの圧縮水素タンクを採用し、トヨタ未来と共通化を果たしており、水素ステーションの設備の共通化の貢献する取り組みとなっている。自動車メーカー各社の間で燃料電池自動車に対する開発の技術提携の動きも盛んである。 2011年9月に、ルノー、日産自動車アライアンスとダイムラーが、燃料電池自動車開発分野での共同開発に、合意。2013年1月にトヨタと BMW が、提携。同月に、ルノー、日産アライアンスとダイムラーの提携に、フォードが加入して拡大し、7月にホンダとゼネラルモーターズが、提携。2019年にトヨタと北京儀車が、提携している。 モータースポーツでは WEC の最高クラスである LMP1 でアウディが燃料電池車を導入する計画があったが2016年に撤退したことで立ち消えとなっている2018年現在まで規模の大小問わず燃料電池車だけのためのレースは存在せずエコカーレースやラリーヒルクライムなどのタイムアタック系競技のフリークラスに トヨタ未来でのプライベーターの参戦が数例ある程度に止まっている。補助金と水素ステーションの整備計画、エコステーション水素ステーションも参照燃料電池自動車の普及促進のために購入の際の補助金や水素ステーションなどのインフラ整備などの普及促進策が取られている。2012年にはトヨタやダイムラー、GM など世界の大手自動車企業11社が 水素供給システムの規格を統一することで合意した。日本では購入者に対して1台あたり200から300万円の補助金が支給される見通しである。自治体では愛知県が補助金を支給することを発表している。水素ステーションに対しても2013年度より水素供給設備整備事業費補助金を経済産業省から事業者に支給することにより、 設置数の増加を図っている。ちなみに2013年夏時点での日本国内における水素ステーションの数は17カ所であった。2015年までに商用の水素ステーションを100カ所設置することが目標となっている。2015年2月、トヨタ、ホンダ、日産自動車の3社が水素ステーションの整備促進に向け共同支援に乗り出すことで合意したと発表している。 また同月、トヨタは水素社会の実現に向けて約5700件の燃料電池車に関する特許を無料で公開した。世界最大の電気自動車市場である中国は世界最大の燃料電池自動車市場も目指しているとされ、2017年に上海市政府は50カ所に水素ステーションを整備する計画を発表している。燃料電池自動車は 燃料電池と規格とにより分類され、他には低地型燃料電池の用途や下半型燃料電池の用途の規格がある。すべての燃料電池は一般的な電池と同様に電解質、正極、陰極の3つの部品で作られている。燃料電池の機能は既存の蓄電池と似ているが、充電の代わりに燃料を補給し、酸素は大気中から調達される。 水素を燃料とするものとして、固体高分子系、ダイレクトメタノール型、リン酸系、炭酸溶融児を形、固体酸化物型、再生型等を、異なる種類の燃料電池がある。車載用燃料電池には、一般的に水素を80摂氏90度で反応させるフックが用いられるが、低温でも高い活性を持つ、触媒の利用が求められることから発禁等の、 気象触媒を使用する必要があり、車載用燃料電池が高価なものとなってしまっている。発金の代わりにカーボンアロイを用いる技術や、発金そのものの業種を抑えて、使用量を減らす技術、トラックやバスでの利用を想定して700摂氏800度で反応させる、ソフックの車載化などが現在検討されている。2009年時点において、大半の自動車はガソリンを使用しており、 アメリカ国内で排出される一酸化炭素の60%以上と温室効果ガスの約20%を排出している。一方、燃料電池車は走行時には CO2 や NOX を出さないが燃料電池で使用される水素が再生可能エネルギーによって生産された場合以外は水素の製造工程において汚染物質を発生する。発電水素燃料電池自動車で 一般的に利用が考えられている固体高分子系燃料電池の発電効率は30から40%である。この数字はコンバインドサイクルを用いない火力発電所の効率に近く燃料電池自動車を取り巻くエコシステム全体として見れば必ずしもエネルギー効率は高くない。調達水素は自然界に最終可能なものは存在せず、 石炭燃焼の副産物である、複製水素、活炭、天然ガスの排出、バイオマス、水の電気分解などによって調達されるが、CO2 の発生や効率などの課題があり、特に大きなエネルギーを費やす、水の電気分解には、その実現に際し必要な条件が多い。輸入天然ガス排出が最も効率が良いが、化石燃料から水素を生産すると、 ガソリン自動車と大差ない環境負荷となる。詳しくは、水素を参照。格納水素は、体積エネルギー密度が低いため、トヨタやホンダの車両では水素を350内し700気圧という高圧で格納するが、この圧縮には、大きなエネルギーが必要となる。水素を標準状態の理想機体とみなし、かつ圧縮に伴う熱エネルギーはすべて回収でき。 温度変化はないものと考えても、1気圧から700気圧への圧縮には1モルあたり、約1 5ールが必要であるから、例えばトヨタ未来の燃料タンク122.4リットル分の水素を圧縮するのに要するエネルギーは1 6アワーにもなる。常に圧で液体状となる有機ハイドライドやアンモニアを、はじめとした水素キャリアの利用も検討されているが、 生成に必要となるエネルギーや純度、触媒や分離膜の耐久性といった問題もあり、実用化には至っていない。各種効率における多方式自動車との比較水の電気分解による水素製造へと投入するエネルギーに対する製造された水素が貯蔵や輸送を経て動力となり、最終的に車のタイヤへと伝わる駆動エネルギーの比は、 圧縮水素を使用する場合は22%、液体水素の場合は17%にとどまる。これに対し、従来のガソリン車の効率は13%、ガソリンハイブリッド車の効率は22%程度だが、現代のガソリンの EPR は平均して300%程度であるから、ガソリン製造に投入するエネルギーに対する駆動エネルギーのおおよその比は、 ガソリン車で40%、ガソリンハイブリッド車で66%となる。また膨大なエネルギーを使用して、冷却、圧縮と運搬を行うため、ウェルスホイール効率では、燃料電池自動車は、電気自動車に比べて大幅に劣る。例えば再生可能エネルギーによる電力であれば、これを用いた電気分解により、水素を生成し圧縮して、燃料電池自動車に充填するよりも、 そのまま電気自動車へと充電する方がウェルーウィール効率において3倍ほど勝る。テスラのイーロンマスク CEO が水素ステーションに水素を移し替える際に使う電気で我が社の電気自動車が 100km 走るというありさまである。水素はもともと供給の不安定な再生可能エネルギーをリチウムイオンよりも軽い物質で貯蔵するために注目された物質であり、 水素による走行特性のメリットはない。むしろ、蓄一発電を行う水素燃料電池は出力要求に対する反応性が一般的なリチウムイオンバッテリーと比べて劣るため、走行特性でも優位とは言えず、低地型と比べて発熱の再利用が限定的であることから、バッテリーの性能が向上した際には水素による燃料電池の存在価値はなくなる。技術 原理面際文化インフラ市販車カーザ・パワーザ・グローリー A スペシャルレポートオンザ・フューチャーオブ・エネルギーページ11ザ・エコノミスト2008ありがとうございます